コテネターチャンネル。みんな楽しくバトルやってる？さて今回は新武器ハリケーンをファフニールに装備してのシングルバトルです。ファフニール選択の理由は、常に空中にいられることでそれなりのヒットチャンスが生まれるんじゃないかな、そんな狙いです。もちろん2スロットになってしまうんで、威力としてはかなり低いってことも理解した上で、どんなんだろう、これが見どころでしょうか。装備してるハリケーンのレベルはマーク1と同レベルなので、普通にレベルアップさせた時の威力って感じだね。前回のダメージ確認では、フォースロットでのダメージってヒットすればまあなあ、射程距離 1100m の武器としてはそれなりに高いかなあ、そう感じてます。このバトルでも前段ヒットすると敵の耐久値の 30% くらいは削れる印象なので、ダメージだけ考えると決して使えない武器じゃないのかな、そう思います。問題は誘導系ロケットなんで、弾速が緩やかで外れることも結構多いね。バトルやってみた感想では、当たると結構いい感じなんだけどヒットしづらい、これがファフニール装備での印象です。悪くはないと思うんだけどね。おそらくこのタイプの武器ってほとんど使ったことがないので、扱いが下手ってこともあるだろうね。まあ誘導系ロケットでヒットした武器ってあったかな。ダブルキル。おや、今のキルは誘導ロケットの粘着した追跡の結果だよね。これだと面白いってなるんだけどね。今回のタイタン見たくぶっ壊すなら、いっそこの誘導系ロケットも10秒以内ならどこに隠れようともどこまでも探して必ずヒットする、そんな粘着系の誘導ロケットにすれるのにって考えてしまうね。ダメだけど、その昔ロボットの肩あたりから撃たれる超鈍速スピードのロケット弾で一斉発射された時は、それぞれのロケットの方向がバラバラで、どこ向かってんのっていう感じのやつ。見たく一度空高く垂直に打ち上げられて、そこからソナーで探すみたいな。10秒後に敵へ着弾、いつ敵のロケットが飛んでくる恐怖、これどうかな。リーバーの威力から考えるとありかな。バトル開始早々全員がハリケーンで、開始直後から切れるよね。いかがでしょう、ハリケーンファフニール、空中からの攻撃はかなりヒットしやすいとは思いますが、どうにも2スロットじゃ威力足りてません。ただね、お日を見て選択はないのかな、考え方次第なんだろうけどね。これからもコンビネーションを考えてみます。それじゃご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。